あなたの役職は人狼です。夜が更けました。9番ちゃんと人狼に気をつけ、人狼の方。9番じゃなかった。人狼無理なんですけど。あ、じゃあ占い出てもらっていいですか？え、俺が占いですか？占いの方が多分楽だと思いますね。え、本当にやばい。さっきも1日目で一瞬で釣り殺される。うわ、無理。夜、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。占えるよ。はい、お願いします。村人陣営でした。役職しようと特にございません。で、一番最初の位置、本当に苦手で、ちょっと慣れてないんですけど、進行論かな、話すなら。で、占い師 CO は対抗が出てくると思うんで、あれなんですけど、いや何の役も持ってない人は、その占い師の人以外は、他の役に触れない方が、僕は村が少ないと思うので、他の役に触れるのは正直ちょっとやめてほしいかなと思ってます。で、まあ、21番面ならグレー詰めから、で、22番面なら霊能からっていうのが、まあ普通なのかなと思いますけど、まあ、1周目の盤面と配置を見て、また2周目考察伸ばしていけたらなと思いますけど、ちょっと1周目本当下手くそなんで、同調とか意見にもなってしまうのが多いんで、まあなんとか2周目伸ばせればと思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。1周目同調になるってどういうことなんだろうと思いましたけど、まあ、緊張してらっしゃるのかなって感じですね。そうですね。役の指示は占い師、霊能者の人がすればいいと思ってますね。まあ、ただ、個人的には、占い師と霊能者の方は、やっぱ初週出てきてほしいですね。その人の話が無駄になっちゃうんでね。ぜひお願いします。それだけお願いします。かな。2番さんの印象はまあ別に、まあ緊張してるかなぐらいですかね。まあ、特に印象ないですね。あとは、まあ、そうですね。役に触れない方がいいっていうのは、その通りですね。無理のある進行論だと思います。が、まあ、特に印象はないかなってところですね。はい。あとは、グレー精査をしっかりしていきましょうね、皆さん。霊能精査よりもグレー精査、占い精査を頑張っていきましょう。優先順位つけて喋りましょう。4番のプレイヤーが発言します。村人陣営です。まあ、今のところ2、3にね、別に突っ込めるところはないかなと思います。白要素っていうのも取れてない。普通の進行論言ってるっていう感じですね。何をかな。まあ、白黒つけるときね、一番大事なのは、どういう理由で白つけたか、どういう理由で黒つけたか、そこがね、精査のポイントになってくるんでね、そこの内容を濃くしてほしいっていうのと、あとね、実利発言はしないでね、そこでつづらないといけなくなっちゃうから、実利発言はやめてくださいっていうところ、本当にね、村人だったらね、発言伸ばして、しろっていうことを証明してくださいっていう形です。人狼さんは実利発言していただいてよろしいです。5番のプレイヤーが発言します。はい、1日目ということでよろしくお願いいたします。ということで、使用します。占い師、8番さんランダム白把握お願いいたします。8番さんランダム白です。そういうことで、まあ、1周目ということで、4番手234の発言聞いてきたんですけども、まあ、234ともに、3人ともすごい発言ができてて、まあ、考察も伸びてるっていうか、まあ、考察じゃないですから、発言が伸びてたので、まあ、なんだろう、色を着するのもあれなんですけども、みんなフラットに見てます。はい。全然怪しむ要素とかもあんまなかったかなって思いますね。まあ、で、やっぱ考察する上で、まあ、4パスも言ってたんですけども、やっぱりそのグレー、まあ、このまま対抗が出てきたら多分、で、霊能が1人だった場合だったら、まあ、グレラになると思うんですけど、ちゃんと理由を述べてやっていけたらなって思うので、よろしくお願いいたします。6番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師でした。9番さんがランダムにしろでした。お願いします。下手くそなんですが、頑張っていきたいと思います。5番さんの、なんですか、1周目の発言で、2、3、4、みんな、発言が伸びていたって言ってましたけど、そうでした？なんか、どっちかって言えば話すことがないからとか、進行論だけどっていう言い方があったので、自分的には全然発言が伸びてない。むしろ2周目でどんどん伸ばしていかないと、スリーチにも上がりうる存在なのかなって思っちゃうんですけど、5番さん的にどっちかっていうと、人狼っていうよりは強靭の線が強いんじゃないかなって思って見てます。以上です。頑張ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。メラジーでしようないです。5、6番さんが占い対抗。なんだろうな、発言的に伸びたってのは6番さんで、しっかりこの発言もしっかり拾えてたっていうところから、印象良かったんだけど、なんだろう、対抗が出てるんだから、しっかり盤面、例えば21盤面とか22盤面とかの考察もしっかりしてほしいなっていうふうには思いました。どうなんだろうね。今のところ、そういう点では6番の方が印象が良かったかな。234に関しては、2周目来たいっていうところなんで、やっぱりそういう目線も拾っていかなきゃいけないのに、そこを発言しなかった5番さんっていうのは、8番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。7番さんは5を新目で6を2、ごめんなさい、5を2戦目で6を新目で見てるのかな。そんな要素までは取れなかったけどね。5番さんは2、3、4は進行論述べてて印象がいい。6番さんは2、3、4進行論のみだから何とも言い難い。それだけで占いの真偽つけるのは難しいかなと思ってて、2、3、4確かに、進行論が主ではあったんだけど、その中でも、3番さんは2番さんに対してちょっと緊張気味ではあって、役に触れるなっていうのはよくて、占い精査、グレー精査は霊の精査より大事だよっていう部分で、狼探す意欲はあるかなと思ってるんで、3は釣り位置じゃないかなとは思ってます。占いね、どっちも役に関してのあれもないからね、なんとも言えんよ。だから、どうなのと思った。9番のプレイヤーが発言します。初心者なんで特にことありませんが、偽物の占い師って言ったけど、片方が強靭な可能性ないと思うんだけど、だってそういうことするの、大体人狼ぐらいじゃない？もう人狼ばっかりやることだよ、それ。さっきの試合でもやってました、それ。1番のプレイヤーが発言します。厳しいな、9番さん。クロスした方がいいのかどうなのかってところだよね。これ、俺が売られたくないからとかそういうんじゃなくて、村人陣営です。誘導くれました。現状、占い精査って言ったらば、5の方が2戦目かなと思ってて、正直8の印象もすごい悪い。9に関しては精査不能だからクロスした方がいいかなと思ってる。7って別に、5、6に対して精査を入れて、占い師精査を入れて、現段階で入れて、若干6の方が上かなって、ただどっちも役についての指示がないのは落ち目だって、ただ差をつけるんだったら6からぐらいの発言しかしてないから、7にそこまで突っ込む必要ってないかなと思ってて、3が印象悪いんですよ、俺。なんでそこも8と違うんですねって感じかな。3番さんって2番さんの発言ってある程度ありきたりな進行論ではあったが、2番の発言に対してムラリがあるっていう発言を残してるんだったら、2番印象いいって言ってもいいはずなんだけど、印象いいって言い切れなかったところが煮え切れない、俺は。はい。現段階だったらば、俺印象。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ということで、霊能者使用します。で、出てこなかった理由は、一番最初だったからっていう理由ですね。出る意味、一番最初でないと思ったんで、捨てました。で、今日のグレーは、1、3、4、7かな中だから、精査、グレー精査だと思うんですけど、そうですね。その前にちょっと占いの真偽のことについてちょっと発言したいんですけど、5番さんと6番さんの占い真偽で、ほとんど色つけれないですよね、多分。7、8 9-1の人で占いしてつけれないと僕も思ったんです。8番さんと同意見で。けど、まあ、少し引っかかるならば、6が5を強靭目で見るっていうことぐらいですね。まあ、強靭なんで強靭なんやろとはちょっとだけ思いました。そこの理由を2週目で述べてほしいとは僕は思ってます。で、今日なんですけど、7番さんと1番さんが同意見で、3番さんと4番さんと、8番が、3番の印象はいいって言ってるんですよね。まあ、僕目線で言うと、5、6の発言だけ聞いて、パッと5、6の真偽をつけれた7番さんの方がちょっと黒いのかなと、僕は8番さんで同調意見になっちゃうんですけど、そういう7番さんの方がちょっと黒いかなと思います。5、6いきなり出てすぐ真偽つけれたっていうのは、なんかちょっと怪しいのかなと思います。で、7番怪しいと思うと1番も怪しいってなってくるので、そこは村の意見に聞きたいと思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい。今日釣り1は71かなと思いますね。71の順かな。7番さんに関しては6の方が鮮明な理由が分かんないですね。全く。だって5は234のことを、発言伸びてたって言って、6は発言伸びてないって言って、別にそこに差はなくない？ 5、6の差はないでしょ。で、しかも7は21の話とかすべきだったって言うんだったら6の方が締め下がるんじゃないの？どういう理論なのって思いましたね。で、対抗強靭で見る理由もなしでしょ。6を真で見る理由が全くないよね。真要素がないよね。偽要素はあっても。意味わかんないなと思いましたね。それから1に関しては、クロスの話に関しては納得だけど、私が2に村りのある、話してたから印象いいって言わないのが2意見。なんじゃそらと思いますね。そんな人外だって言えるし、そんな進行論。別に印象ないでしょ。そんな無理につけなきゃいけないの。で、しかも私緊張感があるって言ったから、そこもイーブに戻ってる理由なんだけど、不当だなと思いましたね、一番に関しては。私を黒に仕立て上げたいのかなと思いましたね。かなぁ。ですね。あ、なんか延長してくれてるのか、これ。5、6はまだわかんないね。9番さんはもっと発言伸ばしてほしい。ですかね。クロス占い妥当かなと思います。今日7か1でいいと思います。7釣りでいいかな。以上です。4番のプレイヤーが発言します。勝手に延長するのやめてほしいわ。まあ結構似たような感じになるんですけど、6番さん、5番さん強靭見るんじゃなくて、俺だったら5番さんが当たり障り しなくしてるんだったら、強靭だったら結構バンバン突っ込めると思うんだよ、強気に。でも当たり障りなくしてるってことは5番さん釣られたくないっていうことだから、5番さんは人狼の線が高いかなとは思ったんですよね。ちょっと6番さんそこら辺の意見を聞かせてください。私はどちらかというと人狼目の方で見ましたっていう感じですかね。はい。で、この盤面で、占い師が2仕様で霊能を一角してるっていうことは、8番9番さんに白誘った可能性があるかなって、どちらかにしろ。だからクロスした方がよろしいかなとは思ってる。もしかしたら強靭に白刺さってて固まってる可能性もあるけどっていう感じですかね。俺も71だな。で、1番さんは7番さんし見る意味わかんないもんね。7番さんの位置でさ、まだ6、5ってさ、わかんないし、どこまでの発言だったよねとは思ったんですよね。なんだったっけ、6番さん、5番さん叩いたりもそこまでだったなとは思った。っていうより、6番さんのそこの強靭を見た目線が、ちょっとなんともなっていうぐらいですかね。はい。むしろ71だったらさ、1番さんの方がまだ発言伸ばしそうだから、俺は1番さんの方が残したいかなとは思ってる。さあな、精査理由としたら。はい、そんな感じです。5番のプレイヤーが発言します。はい、ということで、6番さんの指摘を受けたんですけども、234が発言伸びてたっていう風な発言をしてしまったんですけども、234からすると、1日目の1週目で、また占い師が出てない状態だと、なかなか喋れない人って多いんですよ。なのに、3人ともその自分なりの進行論的なものの発言がちゃんとできてたなっていうことに関して伸びてたっていうふうに言ったんですね、僕は。だからそこの部分勘違いさせてしまったのはすごい申し訳ないと思う。でもそれをちょっと伝えたかったんで今伝えました。で、そこを強くしてきた、僕自身6番さんは人狼陣営なんですけども、そこをちゃんと強くすぐ指摘してきたってことで、やっぱりその人狼陣営だとするとやっぱあれなんですよ、すぐ占い師を叩きたがるんですよ。だって人狼陣営の方が人数少ないし、やっぱ新メトレだとかやっぱ釣り位置どんどん全然連れてけちゃうから残りたがるんですよ。だからちゃんと5番である私をすぐに貶めようとした6番さんが怪しまないんだなってすごい思った。で7番さんに関しては今まで2番さんとか4番さんも言ってたけどちゃんとしたなんていうの根本的な理由を言ってないのに6番さんにすごいすり寄ってたから、なんでなんて思った。7番さんすごい黒目上がったと思うけどね。7番さん、6番のプレイヤーが発言します。自分が1周目で5番さんのことを狂人って言ってたのは2番3番4番で、1周目の発言でそこまで、発言は伸びていなかったと自分は思ったんですよ。それに対して5番さんが発言が伸びていたと思ったっていうことは明らかにおかしいと自分は思ったんです。明らかにおかしいと思ったから人狼だったらそんなリスキーなことは言わないだろうと自分は踏んで、じゃあだったら好き勝手言える狂人なのかなと思って自分は狂人っていうふうに言ったんです。狂人塗りが早すぎるとか言いますけど別に良くないですかっていう別になんていうの人狼のことをそんなに狂人か人狼かで色を分け合うっていうのは別にいいのかなと思ったんですけど、そのことについて、2番さんあたりかな、多分自分が狂人と言ったことに、聞き返してたんですけど、その自分のことを狂人なのかってことを質問してくれた人は白っぽいのかなと自分は思ってます。何番だったっけな、4番さんは確か言ってた気がする。4番さんすごく印象いいです。自分の発言を拾ってくれるっていうことがすごく嬉しいんですよね。だからすごく4番さんいいです。いいと思います。いいと思います。そうですね。あんまり発言自体が伸びていなかったっていうことで、発言自体が伸びていなかったってことで言えば、3番さんかなり、チリーツなのかなって自分は思ってます。そうですね。あとクロスって何ですか？クロスって。7番のプレイヤーが発言します。クロスっていうのは6番さんが8番さんに5番さんが9番さんに占いをすることっていうこと。6番さんの占い先である9番さんって全く発言が伸びてなかったんだよね。そこで怪しいって思ったから1番さんはクロスステージをした。俺もそれに賛成。で、それに関して、なんだろうね。結局5番さんってさ、発言伸びてなかったし、俺、個人的に釣り位置となると4番さんってなるんだけどね、2番さんから俺釣りっていうムーブが始まって、3、4に関して丸のっかりしてるわけよ。便乗位置で言ったら、最終便乗位置である4番さんが、俺個人的に釣りたいなって思うんだけど、どう思う？そこで出ちゃうの騎士。しょうがないか、これに関しては。そうなると、1、3、個人的に1っていうのはまともだったから、3かな。で、俺、狂人って置いた理由としては、5番さんって、印象、よしあしで決めちゃうと、結局、占い位置、もし6進で置いて、5強で置くと、どっかに黒出しちゃうと、本当の人狼が釣れちゃったときに、それ釣られたら仕方ないよねっていうとこ。人狼陣営からしたらダメだよねっていうとこ。だから俺は5強で置いたっていう。それに関して視点が同じだった6番さんが印象いった。俺別に俺そこで白黒ってないんだけどね。まだ昇進の段階で。そこに関して捏造した8番さんってどうなのって思った。3番さんに関して2の印象はつける。8番のプレイヤーが発言します。結局7番さんはどこ釣りたいのかちょっとわかんなかったですね。占い微妙ですね。5番さんも6番さんに対して触れすぎで、7釣りの理由もそんなに明確なものではなかったと思ったし、5番さんも、6番さんも5番さんを強目で見た弁明ばかりで、4が印象がいい。で、3が発言伸びてないって言ってたけど、3番さん、一番発言まともだった気がするんですけどね。発言が伸びてないっていう理由で3番さんを6番さんが釣り押すのが非常に不当だなっていうふうに感じてることから、まあ、占い難しいけど、やや5の方が真なんじゃないかなと思っちゃったけどね。ただ5番さん、6番さんともになんかグレー精査が甘くて、なんか自己弁明が多いんで、ちょっと2日目頑張らないと、占い決め打ち盤面って多分2日来るからね、とは言っとく。で、やっぱ釣り位置ね。まあ、4番さんから騎士が出たことで、役職に、初日の白刺さってない部分ではいいかなとは思ってて、そうなってくると、まあ、片白だけど9番きついっすけど、やっぱ7番さんになっちゃうんだよね。37で比べたときにどう考えても3番さんの方が発言量あると思ってて、1番さんは占い位置かなとは単純に思っちゃうんだけど、7番さんかな。9番のプレイヤーが発言します。占い師2人いる時点で、まあ、どっちかが2、3人、まあ、少しでも、焦ってるように言葉言ってたら、多分そっちに偽物ですよ。まあ、その後、騎士さんは占い師を守ってください。1番のプレイヤーが発言します。はい、4番さんの騎士正直出てほしくなかったなって思ったかな。今日4番さんが釣られることって方法ないかなって思ってた。4は正直白いと思ってたかな。あと71の触れ方がね。8番さんに突っ込みたいんだけど、このシーンを見に見る理由が薄すぎるし、1を、今日のグレー釣りの盤面から外した理由は何かなと思ってて、占い1って言ってるけど、明日はクロス占いですよ。クロス占いだし、明日占い精査ミスったら、PP で負けるって確率だって普通にあるから。8番さんってさ、明日 PP になる、なんだろう、こう、明日狼が、明日は絶対白釣れるって普通に思ってんのかなって思っちゃうんだけど、今の発言っていうのは。普通にやっぱり5をロジックで考えたらば58は全然あると思ってる。7に関しては2周目ちょっと落ちたなと思ったり、1周目って別に7って白いとは言ってないんですよ、俺。ただ、5、6で若干比べたとき、どっちも略に触れてないけど、6の方が若干その考察は良かったぐらいしかやなって言ってないから。そこを叩くのは不当だって言っただけっすね、俺は。3番さんに関しても、やっぱり1点突っ込みたいのは、占い、例えば信教で、3が人外だったときに印象いいっていうのって結構リスキーだから、だから言いたくなかったのかなっていう考察をしただけって感じかな、俺は。ただそれだけっすね。はい。今日はいいんじゃないですか、グレーの人気と。ただ8が臭いなと思ってるんだけどね、俺。58言ったら。5番さんってだって6番さんのことさ、怪しいと思う。なんかこう自分のこと叩いたから怪しいって思わなかったんですかって、当たり前だって5番さん目線6人外なんだからって思ったけど。グレーの人気投票でいいんじゃないですか。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石。私はただの石。私はただの石。白で良さそうだな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。俺、結局、捏造された終わりじゃん。8番さんに捏造されただけじゃね？ 1 周目もそうだし、2周目もそうだし。捏造してないな。気持ちっぽいね、あんなの。まあいいけどさ。騎士、絶対霊能守ってよ。占いなんか守っちゃダメだよ。9番の言ってることは意味わかんない。8番も意味わかんない。正直、白鷺一のせいで、結局、占いの考察が全面無駄になるかなっていう感じの盤面でした。そんなぐらいかな。はい、じゃあ頑張ってください。以上。強靭くせー。夜が更けました。人狼の。そう簡単に結論を急ぐな。沼プレイ、わざとで。8白で。大丈夫です。はい、了解しました。どんな感じで動けばいいですか？盤面整理を中心に発言すればいいですか？占い理由をしっかり言ってください。クロス占いで占いましたってしっかり言ってください。わかりました。夜時間短っ。夜。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番5番のプレイヤーが発言します。はい、占い時、クロス占いで、9番3白と出ましたということで、まあ昨日に、まあ5番6番お互い自分のこと守ってるっていうふうに言いましたけども、まあ、そうですね。で、1番さんだったかな、最後、5番が、褒めてるのに、陣営と見てたみたいなこと言ってましたけど、僕、その後ちゃんと理由言いましたよ。聞いてなかったのかな。陣営側からすると、だって占い師の締め取りたいから、そうやって占い師に当たるんだっていうふうに私発言したんですけどね。聞いてなかったのか。で、あれ、霊能が7番白か。7番白か。まあだから、で、黒白にしたんですよね、6番さんも。で、だから8と9は角白ってことですよね。まあ、強靭の可能性もあるけど、どっちかがね。まあ、グレー1、今日占いローラか。まあ、そうですね。まあ、でも僕、その発言聞いてなかった1番さんからしても、まあ、で、1番さんは全体的に意見が、みんなと違うので、まあ、1番さんちょっと疑ってるかなって感じですね。そんなところかな。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。8番さんが、7番さんが前に言ってたクロスっていうもので、占ったら8白でした。はい、お願いします。なると、霊能師さんが7番が白になるので、自分が7番投票してなかったっていうのは、1周目の時に、かばってくれたから、恩をあだで返すと申し訳ないなと思って、7番投票してなくて、8番にも言われたんですけど、3番って発言伸びてたよっていうの言われて、確かにそうだなと思って、論破された気がしたんで、最終的に5番投票したっていう感じですね。そうすると、8と9が角白なので、1と3、もし5番が仮に強靭だったら、1、3人狼になるし、5番が人狼だとしたら、1と3がどっちか、人狼になるんですけど、どっち投票したらいいのか分かんないんですけど、占いなのか、グレーズなのか分かんないんですけど、ちょっと誰か教えて、もらえると助かります。自分としては、1と3の真偽については、3番さんについてはちょっとあんまりよく聞いてなくて、ちょっと早口だったので、1番さんに関しては、なんだっけな。1番さんに関して、言える、喋ってたんですよね。7番さんが若干2周目黒くなったなって言ってたんですけど、7番さん白だったんで、どっちかっていうと、白を叩いてたってことで、1番さんなんじゃないでしょうか。8番のプレイヤーが発言します。角白になるんだ、8番も9番も。これどう見るかなんだと思うんですよね。占い、今日、1、3ロー、初日から切り合ってるっていう構図もちょっと見えてきたかな。黒打ち安定だと思うんだよね。太鼓クロス飛ばして、グレーが狭い中で。ただ、白白出してきてると。占いに狼で1番がローだとしたら、黒打てよみたいな話になりそうだよね。5とつながってようが6とつながってようがね、1番がね。黒打ってこないっていうこの構図をどう見るかだと思うんだけど、占い心境1、3ローってあんのか。1、3って初日から切り合ってるよね。5がローだったら9に黒打つと思うんだよな。8がローでも。強靭だから打てないっていうのないかなっていうか、これ2番さんに響くかな、どうだろう。占い心境1、3ローでちょっと見えちゃう構図はあるんだけどな。逆だね。まあちょっと2番さんに合わせるわ。9番のプレイヤーが発言します。本当に意味わかんなくなってきた。もう本物の禁止がもうやられたし。まあ多分今日は偽物の占い師が本物殺されるんじゃない ?1 番のプレイヤーが発言します。はい、早口で喋るけど、まず俺って両占い師から釣り押されてるから、2番さんに言ってるけど、今日1、3精査か5、6精査かどっちか決めてください。俺目線3か黒だから3つってほしい。で、5、2世だと思ってる。まず昨日7に投票した理由だけど、7がなんで落ちたかっていうと、2に便乗したのが3、4で、最初に便乗したのが3で、3っていうのは7を釣りをしたんだよ。なのに、7っていうのは4釣りに持ってったから、若干落ちたかなと思ったけど、白だと思ったけど、だけど、昨日っていうのは投票が絶対7に行くと思ったから、俺が3に入れた場合って、まためんどくさいライン考察をされるでしょ。はい。あ、ピロちゃんありがとう。だから、もう7に行くしかなかった、昨日。はい。でもって、3のもう一回言っとくね。これ、些細なことなんだけど、2番さんの発言に対してムラリがあるっていう考察を落としてるんだよ、3番さんっていうのは。些細な進行論だけど。だけど、ムラリがあるって言ってるんだけど、印象がいいって言い切れなかったっていうのは、3番さんが狼目線のどっかに黒塗りしなきゃいけなかったからってことなの。これ、わかるよね。8番強靭だと思ってるから、普通に。8番目線だって、占い強靭なんて絶対ないです。占い強靭だったら絶対黒打ってくると思うし。3から釣ってください。2番3目線、心境で1、3ローローっていう目線のケアがあるんだったら3からいってほしいかなって思ってる。5、3ローローだと思ってるね。もう3が角黒なんで俺目線。3っていうのは7に黒塗りして、6を新目で見た、7に黒塗りしてる動きから5、3狼っていうのも普通に取れるし、6っていうのが1日目の考察で3っていうのを釣り位置で上げてるから6、3ローって追いにくいと思ってるから5、3狼で追ってます。はい。で、8強靭で追ってますね。はい。2番さんが決めてください。5、6精査にするか、1、3精査にするか。5、6精査だったら5釣るし、1、3精査だったら俺は3釣ります。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。そうですね。1番さんが言ってることは分かって、で、僕、8番さんを強靭で置いてます。で、5番さんが初日8に白出しですよね。だから8、9のどっちかに僕強靭いると思って、で、5、6どっちか狼、で、1、3どっちか狼っていう目線も僕が高いです。なのに8番さん追ってなかったですね、その目線を。もう5、6どっちか強靭で置いて、1、3どっちもローローと言ってたですね。いや、臭かったですけどね、その、あれが、発言が。だから僕8強靭で置いてます。で、今日は1、3どっちかでいきたいと思います。で、僕目線、3番さんの最後の発言によるけど、やっぱり3番が発言してないから、今んとこ、この発言期間感じでは1はもう村置きするしかないかなって感じ。5、6はちょっともう正直、つけれんかな、今んとこは。ただ6番もそれを追ってたでしょ。1、3ロー追ってたですよね。どっちやろな。ね、今んとこ3だけど、みたいな。3の。まあ、とりあえず今日は1、3どっちか入れてください、皆さんは。でも9番が、これ9番強靭だったらもう無理でしょ。それはもう勝てないビジョンだから、もうそれは捨てましょう。9番強靭だったらもうあっぱれです。1、3どっちかで狼釣れないともう今日は勝てない。どっちにしろ今日多分噛まれるから、1、3どっちか入れましょう、皆さん。まず3番の意見聞きたいと思います。3番。のプレイヤーが発言します。2番さん、3番の黒要素って何ですか？2番さんのこと印象いいって言わなかったから。私さ、初週さ、2番さんすごい緊張してたねって割とマイナスのこと言ってて、でもムラリのある発言した。でも進行論だから印象は特にないって話なんだけど、それだけで黒要素になるの。1番さんの発言さ、振り返ってほしいんだけどさ、8番さんをさ、昨日あれだけ叩いてた。理由は5の芯を見る理由が薄いからって言ってたのよ。人にさ、理由が薄いって言っておきながらさ、1番さん自身ってさ、私が2番さんに印象いいって言わなかったからって、そっちの方が薄いじゃねえかって思わなかった。で、それから5、8で見るのは不自然だったでしょ。8番さんめちゃくちゃいい発言してたけどね。かなり視野広いと思ったけどね。5、8に出るのは無理があったでしょ。で、しかも、7に投票行くと思ったから7って言ったんだよ。でも昨日さ、1番さんが明らかに7の発言落ちたねこれとか言って、7番さんに誘導かけてたじゃん、明らかに。1に票が集まんないように。で、今日に限っては投票が集まりそうだったから7。めちゃくちゃでしょ。で、私の黒よさが無理やりあるのに印象いいって言えなかったから、なんじゃそら。私は緊張感が伝わってきたって言ったから、マイナスの要素も落としつつ無理のある発言してたから、だからフラットって言ったんだよ。かな。そこだけだよな。薄すぎるな、あまりにも。かな。もう完全に7に投票誘導してたよね、1はね。今日1入れてください。全プレイヤーの発言。その疑いに薄い。議論が薄いな。2が動かなそうだな。よし。投票が終了しました。薄い議論しちゃった。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。遺言を発表してください。じゃあ3番さんが8番さんを白く見る理由は何ですかと思ってるし、俺って今日多分3番さんの黒予想を上げるよりも LINE 考察とか、なんだろう、そういう時間を使ったんだよね。で、昨日言ったと思うけど、7って別に5、6どっちかしんって見てるわけじゃないのに、そこに殴ったのが3、8で3、8印象悪いって俺言ってるよね。だから、ちゃんと3と8の黒要素人外要素って落としてますよ、俺、昨日。同じこと言わなきゃいけなかったのかなって思ってるから。発言覚えといてほしかったなって思ってる。7に殴って、不当な殴りをしたのは3、8だって俺言ってますよね、昨日ってところかな。もう PP でこれ負けっすね。多分俺7で強靭落ちてると思えないから。7で強靭落ちてると思えないから、負けだなって感じかな。マジか。信じられない。マジで言ってるのか、これ、本当にもう。まあ、いや、もう負けだわ、これ、マジで。夜が更けました。人狼の。どんな根拠があるの？これ、勝ち確じゃないですよね、まだ。5番を殺さないといけないですよね。3白って言ってください。5黒って言ってきますか？5黒で。いや違う違う、3占わないと。あ、3か、3白ですか？うん。3黒。3白、白、白。3白。夜。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。占い結果は3黒、あ、じゃあ5偽ですね。まあ、昨日ね、3一の決め打ちなんで、もう私白軸で進めてくださいね。今日5釣りでお願いします。5番さんに関しては、1は全体的に意見が違うっていうのは結局ライン切りだったのかなって感じですね。まあ1が浮いてたのは確かだしね、切るしかなかったのかなってところで、あとはでも別になんか変な偽要素とかはないんだよな。じゃあ一番軸で考えると、1番が5を3でつなげたのってなんかめちゃくちゃ不自然じゃなかったですか？だしまあ昨日1番さん自身が6-3否定してるわけだからね。まあそうね、満場一致で昨日投票してるからね。これはもうそのまま淡々って進められるでしょう。ところかな。正直6偽だと思ってたんだけどね。なんか3は早口だとか言ってて、でも3は発言のみないので釣り位置とか言ってたからね。思ったけどまあ、占い結果は全てだね。かなぁ。7と1釣られたくなかったのかなと思った。6軸で進めてた夜は、考察を。7と1釣られたくなかったから不自然に3釣りとか出たのかなと思ったから。まあ昨日も決め打ちしてるんでね。今日5いってくださいね。強靭、8、9番さんお互いね、強靭の可能性もあるんでね。5番さん入れてくださいね。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、占った結果3番黒でしたということで、まあ、3番さんの発言でPP 出なかったってことは、もう一陣を連れてるってことで、まあ、で4番さんが岸信郎出身で、7番さんが、まあ、霊能で白が出てるわけですよね。ってことは、今、結果的に多分1番黒なんですよ。PP 出てないから。うん。で、まあ、霊能さん死んじゃったんで、まあ、それが確認できるって言っても、多分そうなので、うん、そう。だから、結果って、僕自身も3番さん黒って出てるんで、6番さんは、まあ、強靭なわけですよ。だから8番さんが強靭っていう、見ることはなくなった。だ結果的に言っちゃうと、だから1番さんと3番さんがライン切りして、そこで対決してるふうに見せかけてお互い人狼だったってことだと思うんですよね。うん。でも、PP 出てないんで、まあ、黒出してるんで、3番釣って終わりなんで、よろしくお願いします。今回は3番釣りでお願いします。お願いします。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。3番さんを占った結果、白でした。そうですね、今日は5番さんを5、6のラインでしょうかね、多分。5番さんの黒要素を上げておくと、1日の1周目の時点で、2、3、4が、何度も言ってますけど、2、3、4が1日目の1周目の時点でほとんど、発言伸びてないのに、発言がよく伸びてると言ったことと、1日目の2周目の時点で、なんで6番は5のことをそんなに強靭に塗りたがるんだって言ってたんですけど、視野を広げることは当たり前で、人狼として見るのか、強靭として見るのかっていうのはもちろん当然だと思っています。で、しかも、今日の、5番の発言で、今になって6のことを強靭として見る目線が全然よくわかんなくて、そうなっちゃうと、だって、自分はまあ1黒だと思ってるんですけど、3番が、黒要素という黒要素をよくよく考えるからなくて、どっちかっていうとなんか1番に支配されてる感じがあったんですよ。例えば初日の時点で 7番さんが釣られてるし、1番さんもなんか声の拡声器みたいな感じでどんどんどこを釣り押し、って感じで、無理やりなんか3番さんを釣り押したのかなっていう感じがしたので、自分は1番さんを投票しました。って感じですね。今日は5番さん投票よろしくお願いします。以上です。8番のプレイヤーが発言します。6番さんって結局1番さんに対して全く初日から触れてなくて、狼目で見て投票を入れて、で、結果1-5なんだよね。6番さん目線はね。1番さんって5-8を見てて、巧妙に切ってる感はあって、6の占い位置に入らないようにしてたのかな。なんだこれ。なんかね、6番さんが5番さんを強塗りしたあたりも、強靭だからじゃないのっていうのが、やっぱり印象として非常にあって、やっぱ1、3、ロー、6強とかじゃないのって単純に思っちゃうんだけど。絶対黒出すわ。3番さんも3番さんで最後5-1なわけで、そこに対する話をしっかり落としてたかというと、そこは疑問なんだよね。決め打ったからこうしてくださいしか言ってないんで、それって精査って言わないんじゃないかなと思ってるから3番さん落とそうかな。強靭か。私3番さん投票します。6強じゃない？ 9 番のプレイヤーが発言します。まあ人狼が一人も減ってないとしたらね、強靭も含めて。で、仲間が3人いるということだね。つまりさ、3番の人が、村人だった場合ね、村人陣営は負ける。全プレイヤーの発言が終了しました。何言ってんだ。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。もう一回発言できる。5番のプレイヤーが発言します。絶対こうなると思った。9番わっけわかんない。なんで投票しないのマジで。本当に腹立つわ。で、そうです。忘れてました。で、僕、ちょっと、把握漏れがありました。ということで、狂人が連れてったとして、僕は PP がないからっていうふうな意見言っちゃったんですけど、あれですよね。狂人がもし連れてて、それで人狼が2人残ってるのかもしれない。だから36が人狼ってこともあるかもしれないってことに、6番さんの発言聞いてて気づいた。うん、まあ、結果的に3番黒出ししてるから、で9番狂人なわけないし、うん、8番さんそのまま意見変えず、3番さんしていただきたい。で、そうすればいいのかなって。今、3番と5番の決め打ちなのか。9番、3番さんに投票してね。村人なんだから。よろしくね。3番のプレイヤーが発言します。占い心境で見るのめちゃくちゃすぎでしょ。占い心境で見るんだったら、1番さんがさ、間接的に8番に黒出せとか言ってるし、まあ、9にも黒出しやすいし、1番さん自身が言ってたじゃん。13ローローならさ、片白、だってさ、心境なら真の結果が、だって確実ってのは分かるんだよ、対抗の。56のどっちかが強靭だったら対抗は真なわけよ。そこに白出してるとこに黒出せば安全じゃん。しかも狩人出てんだよ、1周目に。新居で追う理由めちゃくちゃでしょ。8番これ強靭なんじゃないかな。そんな視点おかしいでしょ。絶対黒出すでしょ、あんな状況で。出しやすかったでしょ、割と。1番は8番に黒打ちやすいようにしてて、9番はもうずっと黒打ちやすい状況だったわけでしょ。そこで白白なんでしょ。首絞めてるだけじゃん、そんなの。強靭自身が。で、5番さんは1番さんにほとんど触れてないのよ。なんか全体的に浮いてるから1番黒しか言ってないの。今日5入れて、55555。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。9強靭なのかな、これ。8が変わった。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番ゲーム終了。イエーイ。人狼陣営の勝利です。しっかり勝ったね、久々に。誰この人？旧狂人か。ナイス。PP やん。正直どれどれ。PP だよ。どっちが人狼か分かんなかったけど。旧狂人ナイス。あーくそいや、旧狂人応援ってお疲れです。いや、旧狂人なんてもうわかんない。9はもう狂人なのか何なのかしらもうわかんない。精査不能。5番さんがさ、9番さんをなんか、狂人見ないで村置きしたのがわけわかんなかったから、5入れちゃった。5番進か。5番進ね。自分のなんか白要素とかあったんですか？あんまないけど。黒く見えた、単純に。いやもう。あの場面に5、6、俺、審議つけれんかってから1段でいこうと思ったけど、やっぱり位置的にも3がちょっと有利だよね、あれは。確かに。それはこの村ってやる村ですか？俺はもう寝る。おやすみ。抜けます。俺も抜けよっかな。どうしよう。うん、まだやる人おる？あ、私出ます。ありがとうございました。はい。